お疲れ様です。パーソナリティのカノンです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。本日のテーマは CNN が太鼓判。実はすごい日本の軍事力をお送りします。少しでも日本バネーと思ったらチャンネル登録とグッド評価をお願いします。今回はCNN で取り上げられた内容について詳しく紹介したいと思います。1941年12月8日の真珠湾攻撃で米海軍に未曾有の打撃を与えた旧日本軍ですが、現在の日本も軍事大国として再び世界の戦闘集団に入っている。世界のどの国の軍隊とも戦えるレベルと専門家は指摘しています。日本の軍事力強化に貢献した要素の一つが平和憲法です。アメリカの専門家たちは、戦後の日本国憲法により、自衛目的以外の戦力は持てないとされてきたにもかかわらず、日本は復活を果たした。この制約があったからこそ、日本の軍事力は強化されたのではないか、との説を紹介しています。実は、日本の海上自衛隊は、世界の海軍ランキング5位以内に入るとの評価があります。その要因とも呼ぶべき存在が、まずヘリコプター搭載護衛艦、いずもです。いずもは、長さ248メートル、幅38メートル、基準排出量約1万9500トンです。ちなみに、いずもは、現在、空母化の改修工事を行っているようです。もともと優れた性能を持っていた護衛艦でしたが、今回の空母化によって、戦闘能力が劇的に飛躍すると言われています。今までは、搭載機がヘリコプターだったため、戦闘行動半径が小さかったというウィークポイントがありましたが、固定翼機である F-35B 艦載機の搭載によって、戦闘行動半径は、これまでの200キロ余りから、約900キロへと一気に拡大するそうです。これは、かなり大きな戦闘行動半径であり、いずもが、海岸から遠く離れた地点から、陸上や海上の目標を攻撃できることを意味します。すごい。もちろん、いずもだけではありません。日本といえば、何と言っても、最新鋭の潜水艦です。防衛省は、昨年11月6日、川崎重工業神戸工場神戸市中央区にて、新規に建造された潜水艦の命名式及び進水式を実施しました。東流と命名されたこの潜水艦は、総流型潜水艦12番艦にあたります。起工は、2017年1月27日で、同年度予算で建造された総流型の最終艦になります。東流の建造費は、防衛省発行の我が国の防衛と予算平成28年度予算の概要によると636億円。全長 84.0m、幅 9.1m、深さ 10.3m、基準排水量2950トン、水中最大速力約20ノット、乗員数は65名。リチウムイオン電池を搭載しており、従来型よりも潜航時間が長いという特徴があります。今後、偽装や各種試験を実施した後、2021年3月に引き渡しの予定です。ちなみに、次の潜水艦は、基準排水量が50トンほど増えた新型になり、東流と同じリチウムイオン電池搭載のディーゼルエレクトリック式であるものの、搭載電子機器やソナー、レーダーなどが一新される模様です。最新の潜水艦が続々登場していますね。多くの専門家は、パイロットも艦も、日本はどんな相手にも引けを取らないという見解を述べています。日本を取り巻く安全保障の力学は変化をしているところです。米国では、トランプ大統領が外交のシナリオを一変させ、戦略地図を塗り替えようとしています。日本の安全保障に関するブログを主催し、米海軍協会ニュースにも寄稿している専門家は、日本が強力な大国になったのは、米国との同盟関係があったためと見解。そして、米国と日本は、
世界で最も緊密な関係にある軍事大国同士だ。両国の関係は米英間よりも近いとも指摘しています。米海軍パイロットの経験があり、日本の軍事史を武士の時代まで遡って分析した著書の専門家は、イージス艦を使う弾道ミサイル防衛システムのような米国の技術が日本の艦隊を手強い存在にしていると見解。そして私に言わせれば、日本の海上自衛隊と米海軍は大当たりの組み合わせだという発言もしています。またあるアナリストは、日本の軍事力は真珠湾攻撃の時代を上回っているかもしれない、それを後押ししたのは戦後の憲法だと主張しています。その理由として、戦争を放棄した憲法の下では攻撃力に予算を割く必要がなく、防衛力の強化に専念できるということを挙げています。日本は他国の何分の1と示されるように、わずかな予算でやりくりをしています。ベルリン自由大学で日本の安全保障を研究している博士によると、軍事関係費の低予算を最もうまく活用した例は潜水艦であると見解。日本政府は1950年代以降、潜水艦の開発に注意深く投資して技術を磨き上げてきました。米海軍が保有しているのが対地攻撃用のミサイルを搭載する潜水艦なのに対し、日本の潜水艦は水中だけに注目することでコストや複雑さを抑え、低予算の中で効果的な強化を行ってきました。ちなみに現代日本の企業文化も軍事力の強化に一役買っています。米国を含め他国では個人の抜きんでた力を発揮することが奨励されます。それに対し日本人は生来チーム一体型でプロジェクトを遂行することが得意と言われています。米国で開発された F-35 戦闘機のような兵器が将来日本で量産されるというようなケースは10分考えられますが、日本は他国が生み出した最高水準の技術をさらに磨き上げることが得意なので、その一致団結スタイルの方がうまくいくのではと、米陸軍式幕僚大学 CGSC のジョン・T・キューン教授は話します。また日本の自衛隊ならトヨタや三菱といった日本メーカーと同じように優れた生産保守運用方式を構築し、 F-35 の信頼性を向上させたり、米国の F-35 より幅広い任務に活用したりすることができるだろうと強調しました。さてここで以上の CNN の記事内容を見た海外の人たちの反応を紹介していきたいと思います。領海侵犯を繰り返す国が隣にあることで生まれる危機感も自衛隊を強くしてる一因だと思うんだよね。中国の行動が眠れる巨人を起こしてしまったわけだね。拡張主義を取る中国を牽制するためにアメリカが日本を後押ししてくれることを強く願ってる。むしろ日本がトップレベルじゃなかった時なんてないだろう。あの人たちはとにかく優れてるんだから。ホンダ、三菱、ヤマハ、トヨタなんかがあるんだぜ。日本とは争っちゃダメなんだって。日本の自衛隊はここ何十年かずっと強大だったじゃん。軍ではないからみんな気にかけなかったけど、いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、低予算の中でこれだけ軍事力を強化できているというのはさすがは日本という感じですね。しかし何といっても陸海空の自衛隊員の方々が日々厳しい訓練に耐え、私たちの国を守るために懸命に活動してくれているからこその評価だということも忘れてはいけませんね。 CNN の記事は正直言い過ぎじゃねという感もありましたが、なかなかに興味深い内容でした。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。